こんにちは。今日は8月の11日です。先日ね、動画で、カラス7羽になったというねお話をしたと思うんですけれども、実はまあその後ね、まあ羽切らずにいっかって置いといたんですけど、次の日だったかな、その日の夕方だったかな、2羽ほどね逃げられたんです。でまあ5羽でね、まあ羽切ってないやつが1羽残ったんで、まあそいつの羽だけを切ったということなんですけども、今朝見るとね、また、2羽増えて7羽になっております。なので今回は逃げられないようにもうすぐ羽を切っとこうかと思います。というかね、そろそろちょっと1羽か2羽ぐらい駆除してもいいかなと考えたりもしております。痛い。つつかれると結構痛いです。痛い。かわいいですか？
いた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 。痛い。結構噛みついてきます。はい、羽切り終わりました。あの、要は切ったやつとね、切ってないやつがね、パッと見わかんないんですね、中入ってみると。で、まあ羽を広げた時に、まあ、ああこいつかと思ってね、見つけるんですけれども、なかなか手間取りました。まあ捕まえるというよりね、その見つけるというか狙いを絞るのにね、時間がかかります。まあ自分がどんくさいだけなのかもしれないですけど、うん、まあで、まあ見つけると割とスムーズにね捕まえれたんですけど、うん、で、まあこれ今回入ったねカラスなんですけれども、見てもらったらこのね黒というかね、濃い紺色というか鮮やかですよね、色ツヤがあってとっても綺麗な色だなと思います。これずーっと前から入ってるあの4羽かのカラスはでもかなりくすんでる黒なのでね、ほんとまあ並べてみるとわかるんですけど、まあちょっとね並べようか考えたんですけど、これ2匹持つのは無理だと思ってやっぱりね、自然の中でずっと生きてきたやつと、まあこの罠の中でね、数ヶ月過ごしてるやつっていうのはね、やっぱりまあ食べるものも違いますし、運動量も違うというのもあるんでしょうね。やっぱりそういったところが、まあ食べるもん偏るんでね、健康状態がだからやっぱりいいというわけではないんだろうなというのは感じました。なのでね、古いやつをね捕まえようかと思ったんですけど、まあいいやと思って、この綺麗な方を見てもらうのもいいかなと思って、なんか一点ずっと見つめてますね。まあこいつはね、ちょっと退治して梨園に吊るしとく予定です。まあ被害がね出ないことを祈りながらという感じですね。かわいいですか。サムネ画像用に、あ、口切れや。今ね、これ足は一応結べるんですけど、あ、でもこいつね臭くないですね。うん、うん、なんか口の中が、いや、黒とね、なんかピンクが何とも言えないコントラストですね。これね、体を動かしても首の向きね全然動かないです。